陽道ぶり飛車は、将棋の先方の一つ。講義では相位飛車模様から一方が振り飛車に転じる作戦の総称。競技では、相やグラの出だしから、主に後手が用いる作戦を指す。先方の命名者は、加藤二郎。相位飛車模様から、振り飛車に転ずることは、相手の意表を突く意味が強い面もあるが、役ら模様からであれば、理論上にも有利な側面がある。 先手相手が異飛車等であると想定し、7六歩から6八銀とした場合、相飛車に適した囲いである矢倉囲いを思行するのが一般的である。しかし、矢倉は横からの攻めにはあまり強くなく、振り飛車に対してはあまり適さないとされてきた。よって、相手が矢倉に囲ってくることを見届けてから、飛車を振るのもある程度はありにかなった指し方と言えたが、 現在では、飛車穴熊も7 8金、67、金型から穴熊にするので、あまり効果がない。また、あまりに早く飛車を振ると相手にも、自然に、タイブリ車に適した備えを許すことになるとして、飛車を振るのを極力後回しにし、相居飛車の含みを持たせ続けると、結局は右玉に合流することも多い。こうした指し方は有力ながらも、を振るタイミングや、 相手の手を待つ手待ちの仕方も難しいため、現在ではあまり刺されていない。相居飛車の一手損角代わり模様からでは、佐藤康光が先手を持って、向かい飛車に転ずる作戦をしばし用いている。第2エイズのように速い玉頭銀を見せて4四歩に、第2ビーズの右島飛車を経て、最終的にアグラ VS ブリヒ車の戦形になる様子。 第2ビーズから4筋を強化する5三銀であると、以下、第2シーズのような線形になり、後手拒否者側は主勢に偏ることになる。しかし、第2ビーズは先手から4五歩が見えているので、後手は3三銀と美濃を崩して4筋を強化。以下3六歩3二金3八銀3一角、3七桂8五歩8八飛四一玉4八玉。 四二角五八金左七四歩三九玉三一玉、二八玉七三銀二六歩九四歩六、六角となる。途中九四歩で七五歩同歩同角は七八、非七六歩九五角がある。第二 D 図以下、二二玉ならば二五桂つ二四銀四五歩がある。八四銀の棒銀は九六歩七五歩七八、非七二非七五歩同銀同角同比同比、同角七一比。 二二銀の組み替えを図るのはそこで四五歩がある。一方、第二二図は1九十一年九月の、竜王戦、先手、真鍋和夫対後手、大山康春戦。先手は、初手七六歩から以下三四歩六歩六歩六二、銀六八銀五四歩五六歩,六歩八四歩四八、銀八五歩七七,七銀で嘘やぐらを試行し、以降は、完全に愛飛車であるとして対応しているが、 図から突如にに引とされて、先手の陣形では、後手の二四歩に六歩が受からない。実戦では二に引以下、7九角に四歩同歩に六歩三六歩に、四銀三七桂三五歩となり、先手に五歩に同銀同桂同飛一六銀、二二飛三七銀四五桂の四十二手で、後手の勝利となった。 1> 第 1A 図、第 1B 図のように5手目7七銀に対して3、2飛や3五歩とみ間飛車に持っていく指し方が主流。アイアグラ模様ならば、他の、アイ、飛車将棋と違い先手は飛車先を早くについてこないので、石田流本組みにしやすくなる。7七銀を見て飛車を振るのは、六六歩よりも穴熊に組みにくくなる意味もあり、角交換型振り飛車が、 主流になる前にはしばしば飛車穴熊対策に活用されていた。谷川康二が以前全日本プロトーナメント決勝第3局で相手の田中虎彦に対し7七銀に3二飛や3五歩でなく4二銀5四歩から5三銀から飛車を振ったのは田中の得意とする穴熊と飛車先布と矢倉の両方を牽制しての手段であった。矢倉模様で5手目6六歩には 六四歩から右島飛車を見せ、先手に右島に備えさせる指し方もある。初手から七六歩八四歩六八銀三四歩、六六歩六二銀五六歩二六四歩から右四門飛車を見せて、七八金を強要してから飛車を振るという指し方もある。右島対策の陣形は、タイブリ飛車には適さないので、そこをついている。手目七,七銀では、 右島飛車が通用せず、先手に右島対策の陣形も強用できず、対77銀ではいつでも68銀と急戦に、用いられる筋が残る。矢倉の出だしと見せかけて、突如振り飛車に変化する戦法については、中飛車に振ると、通常の矢倉中飛車と何ら変わらないため、2に飛と振るか、序盤の出だし。 4三銀型や五三銀型にしておれば三剣飛車も島飛車も考えられる。先手7七銀マイナス7八金を決めさせてから振れば、先手は玉を固めにくく、急戦を選びにくいが、後手も8四歩や6三銀などの形を決めている。夫人からでは、双方駒組みに気を使うことになる。居飛車と振り飛車両方を差しこなせる人でないとさせないが、 名人戦にも登場したことのある有力な作戦である。第2イ図は75歩の仕掛けに対して48にいた玉を37玉と上がった局面。第2ーズの後手拒否者は振り飛車を警戒して駒組みを進めている。図面の先手はいずれも37玉と3段目に玉を配置して2段目の飛車の横道を通す。こうした飛車と振り飛車両面を匂わせ。 この五振り飛車に振る手段が昭和30年前後に大山康春や増田光三が発想し刺されていた。加藤二郎はこれを雲隠れ玉と呼んだ。こうすることで四七にいる銀が離れ駒にならずに八の飛車がいなくなった時にも二七地点が開き空間にならなく、陽動振り飛車では手筋の一つとして知られる。また玉を三九と引くより安定感があるため、 藤井システムに急戦で対抗された時の球の囲い方にも採用がなされていた。ありがとうございます。